出た、こいつのきついツッコミ。あー、でも俺も小エビちゃんと同意見。ラッコちゃんいい子すぎるっていうか、なんつうかうざい。ね、うざ。そうですね、もし僕があんな裏切り方をされたら、持ちうる語彙の限りに罵って精神的に追い詰め、縛って海に沈めますよ。それを自分のせいだなんて、いいやつを通り越してちょっと気持ち悪いです。気持ち悪い。いや、でもジャミルは絶対に俺を裏切ったりはしないはず。いや、めっちゃ裏切ってるじゃん。しかもラッコちゃんに罪をなすりつけて追い出そうとしてたとか、マジで最低じゃん。卑劣さのレベルで言えばアズールと比べても見劣りしません。自信を持って裏切り者と罵っていいと思いますよ。カリムさんの他人を信じ切ったイーコちゃん発言は、僕やジャミルさんのようにひねくれた、いえ計算で生きている人種からすれば、チクチクと嫌味を言われている気にすらなります。小さい頃からずっとそうやってジャミルさんを追い詰めてきたんですね、あなた。ですがあなたは何も悪くありません。あなたは生まれながらに人の上に立つ身分であり、両親や身の回りの人間から一心に愛情を受け、素直にまっすぐ育った。それゆえに無自覚に傲慢であるというだけですから。カリムさんの場合、将来天真爛漫な性分でらっしゃる気もしますが。そうか、ジャミルは悪いやつなのか。それなら早く帰らなくちゃ。あいつを殴って裏切り者って言ってやらないと。一発じゃ足らねえんだぞ。さらにオアシスまで10往復更新させてやるんだぞ。ええ、それに早くジャミルさんを正気に戻さなければ、彼自身の命も危ない。彼の魔力が尽きる前に戻らなければ。だからさ、どうやって戻るの？早歩き？そんなのんびりしてたら俺様の鼻が凍っちまうんだぞ。川でもあれば泳いで戻れたのですが、周辺の川はどこも干上がっているようですね。川？水が欲しいのか？ええ、フロイドとジェイドが本来の姿に戻れば、ホーキー以上に速度が出るはずです。しかし乾いた川を元に戻すなんて僕らには不可能。俺できるぞ。俺のユニーク魔法オアシスメーカーは、少しの魔力でいくらでも水が出せるんだ。川が作れれば寮に戻れるんだな。なんですかそのユニーク魔法、すごすぎませんか。普段は水道があるから全然役に立たない魔法なんだけどな。アッハッハじゃないですよ。まだ治水環境が整っていない国などでは英雄ものの魔法じゃありませんか。そんなの商売になりすぎる。下世話なアズールのことは置いておいて、カリムさん、ではお願いできますか。川を作ればいいんだな。わかった、任せておけ。すげえ、みるみる川が水で満たされていくんだぞ。ではフロイド、川が凍る前に行きましょう。アズール、グリム君、僕の背中に捕まって。小エビちゃんとラッコちゃんは俺の背中ね。あれ、でもアズールは人魚なんだろ、自分で早く泳げるんじゃねえのか。アズールは人魚になっても泳ぐのが早くありませんから。それは尾びれの形状差のせいです。さあスカラビア寮へ向けて出発しますよ。